こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日の一生に一度は行くべき旅行先として福島の旅行をお届けしたいと思います。今回ね、僕は初めて福島に行ったんですけども、ここまで福島が広くて、こんなにいろいろなアプローチで観光スポットだったりグルメがあるとは本当に驚きました。今回だけで全ては体験できてないですけども、かなり頑張って行ってきました。長編動画になります。ぜひテレビなどの大画面でご覧ください。それではどうぞ。さあ、新潟から車を走らせて初福島にやってまいりました。まずはですね、福島で有名なスパリゾートハワイアンズに向かいたいと思います。さあ、スパリゾートハワイアンズ来ました。初福島でございます。今回ね、立ち寄るスパリゾートハワイアンズなんですけども、僕はね全然知らなかったんですが、関東の人はもう当たり前に知ってる有名な場所らしいんですね。でかいですね。もうアミューズメントパークですね。ここか、これが今日泊まるモーリースタワーズ。どんなところか楽しみです。日本でハワイが味わえるということですね。やってまいりました。スパリゾートハワイアンズモノリスタワーに今日は宿泊させていただきます。アロハということでやってまいりました。福島旅行のスタートは、この有名なスパリゾートハワイアンズからいきたいと思います。こちらはモノリスタワーのフロントですね。かなり落ち着いた空間です。スパリゾートハワイアンズのモノリスタワーの部屋になります。ここだけ見るとね、ハワイな感じってめちゃくちゃしてるわけじゃないですけど、こういう和なねテイストの中にハワイの要素が入ってますね。非常に難しいね、デザインワークだと思うんですけど、うまく調和されてますね。裏がある物語で、ここに冷蔵庫ですね。はい、グラスもありますね。コーヒー、煎茶、カップもハワイな感じです。ここに入ってます。で、ケトルもね、ここに今使ってますけどあります。こう開けるとセキュリティボックスがあります。ルカムギフト。このね、スパリゾートハワイアンズは部屋でずっとゆっくり過ごすっていうよりは、館内のなんかいろいろなショーだったりとかレジャー施設なんでね、それを楽しむための場所なんですけど、十分ここでゆっくり過ごすこともできるような部屋ですね。今日はなんと小屋トラベルの小屋さんとまた一緒に滞在しております。じゃあはい、ここはですね、こんな感じのね、アロハシャツみたいな館内着でね、移動することができるんで結構楽ちんですね。これだけでもちょっとリゾート感が違いますね。いやー、もう完全にハワイじゃないですか。もう陛下も来られてます。平成天皇もお越しになられてる場所なのに知らなかったとは不覚です。こんなハワイみたいなショップがあって、ハワイに来てんのかなと思いますね。日本にはハワイがあったんですね。ちょっとハワイ行ったぞって自慢したい人はここでもう買って見え張りましょう。こんな円安の時に行ったんみたいな、ああ行ったよみたいな感じでやってください。僕はね、少し前に本物のハワイに行ったばかりなので、これがハワイかと言われるとちょっとんっと思うこともあります。こんな感じはめちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。すごいすごい、ハワイより楽しいんちゃうんかこれ。福島にそんなとこがあると、関西人の僕は全く知りませんでした。アロハ。アロハ。こんなところにハワイをね感じさせるようなアイスキャンディがあります。ハワイアンズオリジナルテイストポップコーン。いやー、ハワイに来たんかと勘違いさせますけど、なんとですね、仙台の牛タンまで買えるという。本場のハワイでは仙台の牛タン買えないですけど、ここのハワイは買えるんですね。もはや何でもありの状態になっております。すごい、これなんかもうハワイ完全に行ってきたって言えるやん。まあなかなか行けないけど、この前までは毎年行ってたんやっていう人にはいいんじゃないですか。ビールも売ってますね。皆さんこういうのでハワイ感じるのもいいんじゃないですか。おお、すごい
夏っぽい感じの温度に。ハワイやん、ここ。いやー、ココナッツ感のあるね、温度になるとちょっとテンションが上がってきますよね。これは素晴らしい。うわー、ほら、ダンスだよな。今日12月13日ですよ。で、明日は大雪になるかもしれないって言ってるのに、ココナッツの空気感を味わえるんですね。うわ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 、むしろちょっと暑いぐらいですか。これはいいっすね。やりたかった、水着忘れたんすよね、うっかり。あ、熱帯魚があんなところに。すげえ、まさにリゾートやな。ただのホテルかと思いきや、プールや温泉、フラガールショーなど6つのテーマパークが楽しめるということなんですね。温泉とかあるんですね。ここの温泉はですね、明日改めて撮影させていただきたいと思っております。水着で入るスプリングタウンっていうのがあります。ここは室内で水着で入る温泉、ちゃんと温泉成分がね入ってますね。ビッグアウト、めっちゃでかいスライダーですね。なんかやってますね。このようなね、ショーを楽しむのがこのスパリゾートハワイアンズの一番の楽しみ方じゃないでしょうか。クオリティの高いショーが楽しめます。ダンスのクオリティはね、やっぱ高いっすよね。さすが日本。いやいや、ハワイできた。いや、どっちにいるか分からへんだろう。いや、ハンバーガー屋さんとかも完全ハワイじゃないですか。それやのにハンバーガー680円ですか。ありえないっす。僕が前行った時は1500円出しましたよ。安っ。3分の1ぐらいの値段で食べれると、リーズナブルにハワイが楽しめる、最高じゃないですか。ロコモコも安いっすね。これもハワイで食べたら2,000〜3,000間違いなくしますね。いやー、ここは小さなお子さんがいる家族とかね、めっちゃいいと思いますよ。明日冬将軍が来るとか言ってるのに、こうやってあったかいプールを泳げる、最高。ファイヤーダンス、まあ逆に僕ハワイでファイヤーダンス見たことないですけどね。スイーツ食べますね。バリエーションがすごい、ハワイっぽいな。これスリーブのミックラブセット、これは飲みたいな。ハワイっぽいものがあるわけじゃなく、バリエーション豊富な食が楽しめます。マグロもあります、小エビもあります。かなりね、大人数の方が宿泊されるホテルなので、種類もかなり豊富ですね。パンとかね、ミートーストみたいなのあります。チーズもハワイアンカレー、チョコレートパン、マシュマロもあります。お子さんがいる人にはいいですね。すごい、まさにね、家族で旅行に行った時に喜んでいただけそうな食事が多いですね。ハワイ全然関係ないですけどね。アイスクリームもあります。しっかり、これも美味しそうだけど全然ハワイ関係ありません。美味しい。夕食はぶっちゃけハワイにいることを忘れましたね。いやいや、日本か、どっちかわからない。福島県産コシヒカリ、福州は福島巨魚介のブイヤベース風、厚揚げと春雨のリュウシャンビタン。いやー、どれを取るか迷うくらい種類が豊富ですね。このローストビーフがね、今日の目玉になるんですかね。あ、そう、あ、このホタテとかもね、売りでしょうね。やっぱお子さんがいるところでは嬉しいですね。キャンディーやっぱ家族向けにね、すごく考えられてますね。これにしようかな。これがやっぱ気になるな。3本も飲めるかな。ワインもこれもいいな。トロピカルカクテルにしようかな。お客さんと僕のお酒が来ました。これぞハワイっていう感じの飲みですね。
たくさん行ってきました。ハワイがね関係してるものと全く関係ないもの両方が楽しめるっていうのもこのスパリゾートハワイアンズの特徴ではないでしょうか。今日は小屋トラベルの小屋さんとハワイでデートです。また来ちゃいました。ここはなんか安いんだなって。安いハワイ来ちゃいました。激安のハワイにやってまいりました。激安という理由っていいのか。このハワイで小屋トラベルの小屋さんとまた再会をしました。お互いハワイの動画ね大ヒットしておりますので。はい、じゃあ乾杯です。アロハですね。アロハ。アロハですね。アロハです。でこれガーリックシュリンプでした。ガーリックシュリンプあるんですね。はい、子供が小さい時に来たかったですね。確かに。おっさん二人で来るとこではないですね。結構年配だったんだ。あ、そうです。年配の方ね。多分その、ハワイ大好きな方多いと思うんですけど、例えばハワイ行くまでは結構体力ね必要ですし、フライト時間長いし、で今円安で高いので、ここだったら割と気軽に公教育は無料で行けますからね。半端ないっすよ。え、東京からここに来ようと思ったら結構交通費かかりますよね。6000円くらいかかります。おー、それは無料で、はい、これはいいっすね。なんか東京に住んでる方なんか気軽にハワイ行けちゃうってことですね。無料でハワイ行けちゃう。そう、見に行きます。ブラボー。宮崎県、先月行きました。いや、今月や。お、始まりそう。ポリネシアグランドステージをどうぞお楽しみください。お、始まったぞ。いいですね。ハワイでも見たことがないファイヤーダンスショーが始まりましたよ。次から次へとね、テーマを変えて展開していきます。また雰囲気変わってきましたね。音楽もねちゃんと生演奏なんですね。迫力あります。売店で買ったハワイっぽいジュース飲みます。アロハ。これはサモアがね、テーマになってるんですね。
またファイヤーダンスが始まりました。めっちゃ盛り上がってます。半端ないっすねこれ。いや腰の動きがやばすぎる。こちらキャプテンソロダンサーのラウレア美咲さんですね。すごい、いよいよフィナーレになります。すごかったですね。あっという間でしたね。いやこのホテルの価値が分かりましたね。こんなホテル泊まったことないです。今回ね特別に撮影させていただきましたが、本来ならプレミアムシートで観覧した人だけの特典になっております。それでは朝食に向かいます。なるほど、これがハワイアンリゾートの歴史みたいな感じなんですかね。すごいですね、まさにリゾート。うわすごい。朝食会場は昨日の夕食と同じ場所になりますね。おはようございます。はい、それでは朝食の様子を見ていきましょう。サラッとか、福島県郷土料理イカ人参とか、ハワイでね福島県の郷土料理が食べれるんですね。シーアッパーですね。スクランブルエッグ、皮付きポテトにコロッケですね。チキンボールにベーコン、ジャーニーフェルト、トリソーにウィンですね。オムレツを作ってもらえる。フレンチトーストがありましたよ。ハワイなのにシシャモ、野菜の煮物、焼きガツオ、温泉卵、そしてカレーですね。カレーパターンがあります。うどん、味噌汁、自由的黒米もあります。先ほど小学生ぐらいの子は腰引かれて自由的黒米選びましたけども、最近のね小学生はちゃんと健康にもこだわるんですね。自家製ピクルス、フルーツ系のあります。トロピカルフルーツにサラダを、スパゲッティのサラダ、春雨サラダ、ジャガイモのフレンチサラダ、ヨーグルトもありました。こちらはシリアルケース、コンポスティ、チョコクリスピー、フルーツグラノーラ、そしてパンですね。ホワイトブレッド、カコショコ、クロワッサン、チョコレートリーシュ、ピアにオレンジジュース、紫野菜、ブドウミックス、キュウリのリンゴ、ソフリンク、黒酢、ザクロ、終わります。ちょうど人がいないところ、人気はこんな感じです。はい、今日の朝食はこんな感じです。和洋折衷みたいな感じで、レイヤーの大事にリンゴ酢のジュース、味噌汁とヨーグルトです。ハワイでは逆に絶対味わえないこの組み合わせですね。これこそがここの魅力かもしれません。ハワイっぽいものばっかり並べるとかっていうアイディアとかあったんですかね、もともと。でもおじいちゃんおばあちゃんが多いからリクエストで和食増やしてくれみたいなのがあってこうなったんですね。それでは大浴場夜市撮らせていただきたいと思います。うおすごい、うわ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 、許可を得て撮影させていただいております。わーすごいですね、これは贅沢だな。あーすごい、ここも脱衣所になってるんですよ。なんか夜はねプロジェクションマッピングなんかもやってるらしいっすよ。うわすごい、これはいいっすね。素晴らしい雰囲気ですねここは。
いや、ハワイでこんな温泉は楽しめないですからね。そういう意味ではハワイよりも贅沢かもしれない。最高じゃないですか。ハワイの感じを楽しみつつ、日本のいいところもしっかり取り入れてるという、ハワイと和を融合って感じですね。そんなホテルありますか。最高。めっちゃ気持ちいいっすよ。これはいいっすね。めちゃくちゃ高級旅館に来たような空気があります。これね、本当に昼間とかになったら結構の人が入ることになりそうですけど、これだけ広かったら十分ゆとりあるんじゃないですかね。気持ちいい。足湯も楽しみます。はい、こちらモノリスターにある大浴場ですね。いや、いいですね。落ち着いた雰囲気で、ちょっと厚めのお湯とちょっとぬるめのお湯の場所がある感じです。かなりの人数を宿泊できるようになっている施設なんで、お風呂も大きいですね。ちょっとしたこうスーパー銭湯並みの広さがあります。出せ湯もあります。で、サウナの皆様、サウナないんかと、ね、そんな声が聞こえてきますが、もちろんサウナありますよ。はい、こちらにサウナがありますよ。これです。うわ、熱っ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 。あー、曇る曇る曇る。水風呂もありました。はい、こちら男湯とね、女湯が、まあ、毎晩入れ替わるみたいな感じなので、次は、反対側ですね。じゃあ女湯の方を取りに行きますよ。はい、パウダールームもこんな感じです。それでは女湯の方も撮っていきたいと思います。こちらがパウダールームになりますね。これが洗い場ですね。中に入ると先ほどのね、男湯の方は資格が貴重です。まあ、男湯って言ってますので、もちろん入れ替わるんでね、こんな感じでちょっと円を基調にしたようなねデザインになってます。おしゃれですね。それでいて結構面積はね、かなり広めに取ってありますね。で、打たせ湯もこんな感じでありまして、こちらも同じようにその温度の違いで選べるような感じになってますね。やっぱ熱いお湯が好きな人とぬるめがいいっていう人とか、まあ、それを交互に入りたいっていう人もいいと思うんで、それに対応した形になってます。そしてもちろんサウナもあります。さっきはドライサウナだったと思うんですけど、こちらはスチームサウナになっております。こんな感じですね。うわわわ、曇る曇る曇る。あかんあかんあかん、ちょっとまともに取れません。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。またどこかで会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。小屋さんと別れましたので、ここからですね、グルメ旅に行く前にちょっと観光だけしておきたいと思います。はい、塩谷崎灯台にやってまいりました。で、ここは美空ひばりさんの復帰第一作としていわき市塩谷崎の海をテーマとした乱れ髪と塩谷崎が発表され全国ヒットとなったということですね。流れてますね、ひばり簿記ってあります。ここに楽譜も書かれておりますね。乱れ髪ですね。どうですか、ちょっと僕の髪も乱れてきてます。そしてですね、あれが塩谷崎灯台ですね。ちょうど雲が今かかっておりますが、灯台日和ですよ。今日は灯台まで登りますか。結構険しいみたいですけどね、登った頃には快晴になる予定です。険しいぞこれは。スパハワイアンリゾートで極楽の気分を味わった後にこんな険しい道を通らないといけない、なんということでしょう。めちゃくちゃ綺麗な海じゃないですか。もうスパハワイアンリゾートからねやってきたので、ここはハワイかと勘違いするような波の強めな海が見えております。いや、これはちょっとお年寄りにはきついですけど、なんか登った先にはでもめちゃくちゃ絶景が広がってそうな。もう上まで来た？まだか。素晴らしい。あ、
灯台まだ遠いな。ほら灯台まで登ったぐらいに雲が抜けて晴れ間が見える三段となっております。いました、塩谷崎灯台。あれまさかの明日か。惜しい。福島の海を守って123年1899年12月25日今日はなんと12月14日ですね。明日が123年でした。むしろ今日僕の地元の祭りの日やんけ。行くの忘れてた。はい、大人300円で買いました。あ、展示室もありますね。こんな感じの灯台のことを書いてますね。灯台の歴史、灯台いろいろありますね。全然知らない、行ったことないところばっかりですね。灯台も深いですね。震災を乗り越えた。へえ、この辺だけ震災の被害がなかったらしいですね。乱れ神の石碑とか記念碑などに被害はなく、なぜこの地区だけに被害がなかったんだろうと不思議な気持ちになりましたと。激しく地割れによって壊れ、灯台までの通路は兵のほとんどが倒れ、見るも無残な光景が目に飛び込んできたと。なるほど、石碑には被害がなかったのにこの灯台はボロボロになってたんですね。あ、こんな感じに。わあ。あ、そうかそうか、別に津波だけじゃないですもんね。単純に地震の揺れで亀裂が入ったり割れたりしたってことですね。すごいですね。そこから復旧して平成26年2月ですね、2年11ヶ月を経て参観が可能になったと。はあ、すごいですね。福島もね広いですからね。今回初めてなんでその広さにびっくりしたんですけど、先ほどね宿泊させていただいたこのスパリゾートハワイアンズからこの塩谷崎灯台の方来まして、そこからまたもっとこっちですね、ずーっとこっちの方に今日は行こうかなと思ってるんですけど、ここら辺だけでも結構見どころあるみたいですね。おお、僕これ気になるな。 JRA 馬の温泉やって。馬が入るんや温泉。すいませんね、そんなところしかチェックできなくて。なんか波の感じがねちょっとやっぱ激しさを感じるというか。これが灯台っす。エレベーターあるかな。やっぱ階段なんかな。階段か、階段で登るか。これはしんどい。あと3分の1。ああ、暑い。そう、着いた。スイスとかでもなんかこんなとこ行った気がする。おお、来た、絶景。これはすごい。うわ、素晴らしいですね。美しいですね、あの波の感じとか。南アフリカの最南のところにね昔行ったことがありますけど、そんな感じを思わせるように。さあ、日が差し込んできました。来た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 。はい、この灯台の近くにはねこのいわき震災伝承未来館というねところがあるんで、ぜひここも見に行ってほしいなと思います。めっちゃ雪が降ってきた。さっきまでいわきの方では快晴だったのに、会津に向かってるとの雪が、僕は雨男ではないんですが雪男なんですよ。おお、これはスタッドレスタイヤ2回取ってよかった。それでも怖いっすね、神戸の人間に。東北地方人間全然無謀すぎたか。ウィンターですか、これ。やば。おいおい、で前見えへんぞ。止まれない息を。晴れ男でね、名を轟かせようと思ってたんですが、雪男として名を轟かせそうです。来
喜多方ラーメンの評価も高い喜一さんに来たんすけど、2時までで雪が降ったせいで間に合いませんでした。今2時10分です。最悪、本日は終了しましたってなってますね。塩ラーメン殿堂入りのお店ですよ。2018年2019年2年連続第1位福島県民ラーメン総選挙、無念です。それでも諦めません。次の店はもうすでに準備しております。もうね、こういうことがあるのもいつものことなんでね、僕も学習します。人間学習しないといけません。気を取り直して次の店に向かいます。で勝手にナンバー消してくれております。編集に最適ですね。というわけでやってまいりました。やはり福島といえば喜多方ラーメン、喜多方ラーメンといえば番内食堂ということでやってまいりました。喜多方ラーメン番内です。はい、ここですね、番内食堂。お肉の枚数違いになりますね。ああ、そういうことですか。肉そば一つでこれ3も来ていますね。でかきたつかラーメンですか。これすごいっすね。うまそう。これはやばいっすね。いただきます。日本三大ラーメンの実力いかに。あ、この雪が降った寒い中、喜多方ラーメン食べてうまい。塩味ですね。うまっ、あっさりでもなんかしっかり。チャーシューもいただきます。あ、メンマも入ってるけど、ホワイトペッパー、うん、先ほど雪が降ったのはこの喜多方ラーメンがさらに美味しくなる演出だったわけですね。ありがたいですね。皆さんもね、こう雪が降るようなことがあるかもしれません。その雪が降った時はなんか一瞬悪いことが起きたかのように感じますけど、その後に喜多方ラーメンみたいなうまさが先に待ってるかもしれないですね。よりそのうまさを引き立ててくれる、そんな人生でありたいですね。ええこと言うたな。これでは終わりませんよ。次のお店にも行きます。あ、めちゃくちゃ寒い。やってまいりました。アイス、元祖わっぱめし。寒い寒い。滝野さん、やってまいりました。3時49分なんでお客さんはいませんでした。はい、でさっきラーメン食べたばっかりなんで、本当はねこの欲張りわっぱ飯とかが売りらしいんですけど、売りというか人気なんですけど、このわっぱ飯単品でいきたいと思います。やっぱり妥協はいかんということでこっちにしました。欲張りでいきます。欲張りわっぱ飯来ました。いきます。いざ。おお、ラーメン食べたばかりでもうまそうって感じますね。全部入ってます。いくら、たけのこ、ゼンマイ、カニ、いろいろ入ってます。まさに欲張りですね。いただきます。こうワッパもね、注目しないとね。この曲げワッパ入ってる。駅弁とかにもこう曲げワッパ飯ってありますね。結構長野の方とかで食べた記憶があるんですけどね。いただきます。あっぱっぱ、うまい。これは贅沢な弁当ですね。ご飯がもう熱々で、しかもなんかみずみずしい。たけのこ、うん、この味噌汁のねお椀もちょっとわっぱっぽい感じになってますね。うまい。ごちそうさまでした。目の前に
うっすらと城が見えてますね。あれが鶴ヶ城ですかね。会津若松が誇る14世紀の城跡を1965年頃に復元したコンクリート製の城なんですね。しかも今日は雪景色です。貴重な映像をお届けしております。見逃せないですね。動画閉じるわけにいかないですね。あ、入っちゃった。入るつもりはなかったんですけど、ちょっとね、もう時間がないんで、こんな感じですね。すごいなこれ。パーキングとかね、ありますけど、一台も止まっておりません。こんな雪の中、行く人はいないっていうことですね。あっちか。反対側ですね。かすかに見える。ライトアップされてますね。果たしてこんな時に、撮りに来た人がいるんでしょうか。過酷な仕事やわ。旅行系 YouTube。カモは寒くないんですかね。余裕そう。もう一つ立ち寄りたい観光スポットがあります。間に合うか。なんかダークな気分になるセブンイレブンですね。僕は今白黒加工してるわけじゃないですよ。モノクロの世界になってます。さあ、もう少しで到着なんですけど、ちょっと時間は4時47分なんですが、もうだいぶ暗くなってるんでね、入れるのかな。どうなんでしょうかね。足がツルツル滑る中行きたいんですけど、日没から日の出まで夜間入山禁止になってますね。まだでも日没は終わってないですよ。ちょっとだけ進んでみましょう。ちょっと怖い雰囲気になってきてるので、何か出てくるかもしれません。皆さんご注意ください。なんやこのアニメで見たことあるような感じ、やばい。どこにあるんですかね。あれかな。あ、あれっぽいな。カメラの力でね、結構明るく見えますが、実は結構暗くなってきてます。これですね。これちょっと後で画像でもね、見てもらった方がいいと思うんですけど、これが日本遺産ですね。なんとか見れましたね。中に入るのはもう閉まってますね。貴重な絵が見れました。あ、ライトもついた。キルリュックの帽子が役に立ってくれてます。うわ、こっち降りるの怖いな。いや、キルリュックのおかげで助かりましたね。地面雪景色や。今日の朝までハワイにいたんすよ。なんてことですかこれ。福島なんて懐が深い。真夏を楽しんだ後、真冬を楽しませてくれるんですか。半端ないっすね。それではね、今日宿を取っている郡山市の方に約1時間かけて向かいます。はい、今日泊まるね、ホテルはこちらになります。かなり広いし、めちゃくちゃ安かったです。ここを拠点に飲み歩きしたいと思います。タクシーで駅まで向かいます。さあ、雪国を抜け出して福島郡山駅にやってまいりました。ありがとうございます。さあ、今日もここで飲み歩きやっていきますよ。あまりお腹空いてないですけどね。郡山駅、走るカフェ、フルーティア福島、そんなのあるんだ。オリジナルスイーツを語らいを味わう旅、いろんな旅がありますね。寒いですね。もう今アップローチの温度計見ると1度になっております。都会ですね。はい、今から行くお店はですね、まさにモーリーチャンネルが行くべきところでないしか、モーリッシュというね、お店です。あ、なんか気持ち悪いな、この階段すごい滲んだ感じで気持ち悪い。モーリッシュというお店に行きたいと思います。ここでね、結構福島の料理が食べれますし、評価も結構いい。あ、見えましたね、モーリッシュ。モーリッシュ行ってほしいですね。改名してもらいましょう。明日はモーリッシュ。はい、これでもなんか YouTuber に用意してくれたんじゃないかなと思うような、今月の利き酒セット、飲み比べセットみたいなのがあるんで、もうこれ頼むしかないですよね。それとなんと地ビールの飲み比べセットもあるんで、両方
行っちゃいます。これでもう福島お酒ある程度見れるんじゃないかなと思います。アイズカレーか、円盤餃子もね、福島だと思うんで、馬刺しも会津名物なんですね。名物多すぎるな。郷土料理は濃いなんですね。これ食べないといけないですね。ここに福島マップってね載ってますけど、結構今日行ったサザエ堂だったりとか、セルガ城、フラガールも来ました。さあ、見比べセット来ました。このね、一つ目が福島ロビール、ビールピルスン、そして、その次が2番目ビールバイゼンですね。3番目がこれです、マナブサビーラですね。で、お隣に続いて、こっちまた日本酒のセットになります。はい、これ1番がこれですね、2番目がこれです、3番目がこれです、4番目がちょっと濁ってますね、これです。おつまみもピーチ、これちょっと一気に飲んじゃいましたけど、順番でも良かったんじゃないかなみたいな感じは正直にあります。みんな頼んでますよ。じゃあいただきます。一つビールピルスン、うまっ、強い苦味と爽やかすっきりとしてる感じ、スタンダードな感じですね。2番目バイザー、ああ、カオルビールって感じですね。ホワイトビール、うまい、全然違いますね。で、3つ目が七草ビールですね。これはいいですね、ドイツビールって感じ。さあ、ビール一気に流し込んだ後にもう一気にいっちゃいますよ。純米、絞りたて、キレがいいっすね。やっぱり東北のお酒はキレがいいっすね、うん、あ、書いてる、キレの良い辛口純米酒。僕もちょっと分かるようになってきました ね。2つ目、何もちょっと読まずに聞きますよ。あ、これもキレがいいっすね。でもなんかちょっと甘い感じもある気がする。パワフル、フレッシュさあふれる味わい、そこまでは分からんかった。ちょっとこの辺で水も入れときます。柔らぎ水ですね。で、次初絞り純米吟醸、これもキレがいいな。いや、ちょっと待って、この辺になるとちょっともう違いわからん、読まんとわからん。すっきりと甘みとフレッシュ、甘い感じしますね。確かに最後濁ってね、これはちょっとわかるんじゃないかな、違い。あー、これはちょっとかなりパンチ力ありますね。新酒らしさもあるんですね。美味しい、これも。曲がりネギの酢味噌和え。これにはどれも合うな。あんびきも。これはやばいな。痛風ですね。痛風一直線。しまった。一気にね。ビールと日本酒をつまみでつままずにね、飲んだんで、ちょっと勢いが回ってきました。一生の不覚っす。柔らぎ水50杯ぐらい飲みました。ちょっとこのカモいただきます。さあ、恋のカルパッチョが来ました。恋に恋壊れなく、恋になる夜になるのか、いただきたいと思います。めちゃくちゃ淡白っすね。癖ないっすね。全然普通に食べれるし、年齢が上がれば上がるほど美味しい。今度はソースカツですね。ソースカツってもね、いろんな地域で見ますけど、ここのソースカツはいかほどか。いただきます。うん、うん、うまい。そして餃子です。いただきます。ビールビールビール、うますぎる。今日はグルメ満喫しすぎました。いや、もうビールがね、合う料理ばっかりなんでビール頼んじゃいました。シルク稲葉白地ビール、
バイツェン、うまいっすね。ベネツィアとかでもね、バイツェン飲みますし、白ビールうまいっす。ごちそうさまでした。いやー、結構飲んで食べましたね。普通だったらここからね、2、3軒行くんですけど、今日ね、喜多方ラーメンとわっぱ飯という、まあ、結構炭水化物で組めたものを食べたんで、もうお腹がね、はち切れそうです。ということで今日はね、ちょっとこの辺で、もし他にいいとこなければ、このまま一旦休んで、朝食なしのプランでホテルね、予約してるんで、明日朝からまた福島の名物食べに行きたいと思います。はい、おはようございます。福島郡山市で朝を迎えました。今日はですね、ホテルで朝食がないプランで申し込んでおりまして、まあそれにはちょっとね理由がありまして、郡山市発祥のクリームボックスというパンがあるみたいですね。ちょっと食べたことがないので、それを今日は食べに行きたいと思います。で、2つのパン屋さん、一番老舗のパン屋さんと、まあ評価が非常に高いパン屋さんと2つ買って、ちょっと食べ比べみたいなことしたいなと思います。そして福島発祥のカフェオレを飲みながら堪能したいなというふうに思っております。とことん福島堪能して、これで福島の旅を終わりたいなと思います。あ、やってまいりました、喜多葉屋さんです。こちらは Google 評価 4.4 の高評価のパン屋さんですね。すごい美味しそうなパンがいっぱい並びますね。クロワッサンも美味しそう。ケーキもありますね。どこにあるんだろう、クリームボックス。あ、あった、これや。郡山のソウルフード、クリームボックス。コーヒーパンもありますね。名物やって、これも買おう。これも。はい、次はですね、一番老舗のパン屋さんですね。そう、カフェオレボックスあります。カフェオレボックスとかいろいろありますね。めっちゃいろんな種類がある。クロワッサンもでっかいのに100円で安い。ケーキもやってますね。フルーツサンドもうまそう。すごい。いやー、また雪がめっちゃ降ってきましたね。ということでやってまいりました、道の駅猪苗代来ました。サービスエリアですね。今から新潟経由で富山戻りたいなと思うんですけど、その途中に福島のサービスエリアやってまいりました。本当はね、ここの外で先ほど買ったパンを食べようと思ったんですけど、ちょっと寒すぎるんでどうしようかなって感じです。じゃあここちょっと入っていきましょう。いろいろ売ってますね。スノードックスとかありました。アイズソースカツ、あ、ご当地ソフトクリームあるじゃないですか。あ、ちょうどこの今いるところから下に行くと猪苗代湖があるんですね。今もうね、雪まみれなんで見えないですけどね。ここからずっと行ったら、昨日行った会津若松と喜多方ですね。はい、それではね、早速食べ比べをしたいと思います。アクオカフェと1軒目ですね、京子が高かった水のイチオシのパンとクリームボックス、そして2軒目ですね、一番老舗のクリームボックス、これいただきます。それではこのこちら側ですね、老舗で残っているお店、ソーリアンのソウルフード。ああ、こんな感じのクリームですよね。いただきますね。うん、うん、中にクリーム、もうクリームチーズっぽい味が混ざってんのか。うん、これはうまいな。で、酪農カフェオレ。ああ、うまい。優しい味ですね。クリームボックスもめちゃくちゃ優しい味で、これ普通に関西でも売ってほしいな。じゃあ評価が高かったこのお店、こっちのクリームボックス、こんな感じ。いただきます。あ、
こっちはパンの生地は結構固めですね。うん、あ、こっちはこっちまた違うアプローチでうまい。クリームの甘さと、こっちはね、クリームの美味しさだけじゃなくてパンの生地も存在感。こちらのクリームボックスはそのクリームとパンがすごい一体化してる。個人的にはこっちの好きですね。好みがね、多分分かれると思うんですけど、じゃあちょっとこの焼きのカフェオレボックス、これもいただいてみましょう。優しい味、うまいな。やっぱクリームボックスの方がなかったですね。それにちょっと飽きたやつが変化入れて、こういうカフェオレボックスかな、食べるのがいいんだけど、美味しい。この上でもちろん美味しいですね。最後に、おー、いいパン、一押し。しかし、このクオリティのパンがね、100円台で食べれるとか、関西人は難しい、奇跡です。特に神戸はね、パン美味しいですけど、高いですからね。よし、コーヒーの苦い感じは、これもちょっと食べたことない。パンにコーヒー合わせますよ。それが普通に食べた感じで味わえるみたいな感じ。コーヒー飲む手間が省けたんですね。うまい。食べた方がいいです、これ。クリームボックスで食べた方がいいです。昨日行けなかったね、キイチのラーメンがお土産で売ってたんで、これクーポンで買いました。いかがでしたでしょうか。僕にとっても初めての福島の旅をお届けいたしました。いやー、初めてだけあってね、ちょっとここまで福島が広いとも思わなかったし、グルメの幅も広いなっていうことに本当に驚きました。それでもね、今回かなり多くのものをね食べたと思うんですけども、いやまだここ行ってないだろうとか、そういったねおすすめスポットありましたら、ぜひコメントで教えていただければと思います。今回はね行けなかったところ、また次回回りたいなと思っておりますので、引き続き森チャンネルチェックしていただければと思います。福島も一生に一度は行くべき素晴らしい旅行先でした。長時間の動画見ていただき本当にありがとうございました。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方、ぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでね、モーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか、旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり、旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は、成長チャンネルで旅の稼ぎ方を、僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。